皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。菅野直樹です。6月29日月曜日、今日は親友を作る秘訣というお話をしたいと思います。私は人生の成功の基準というのは、何を成し遂げたかよりもどんな友達、親友を作ったかの方が大切ではないかと思うんですね。どんなに成功してお金持ちになってもね、その喜びを分かち合う友達がいなければどんなにか寂しいものではないでしょうか。悲しみや痛みを分かち合う友がいる、それは何にも増して成功者です。で、友達の中にはね、学生時代の同級生とか、まあその昔からの付き合いっていうのもありますし、また会社での友達っていうのもいます。で、これはですね、利害で大体つながっていますので、まあ仕事を辞めればその友達関係も解消される、あるいは利害関係の友達はね、金の切れ目が縁の切れ目ということがあります。遠い親戚より近くの他人と言いますけど、困った時は遠い親戚よりも身近な親友や友達の方が頼りになります。血縁関係が必ずしも助けになるとは限りません。美人は3日で飽きる、本当は一生続くはずの夫婦結婚関係がですね、離婚をする。アメリカでは半分が離婚する、まあ、日本は3分の1が離婚する。一心同体のはずのね、夫婦がね、そんな簡単に別れるなんてね、脆いものですよね。皆さん、そう考えるとね、親友ができるってのはどれほど難しく貴重で尊いことか。まあ、親友がいましたって過去形で言う人もいます。まあそれはね、壊れてしまったんですね。そういうことがあります。まあそこにはね、親しき中にも礼儀ありと言いますけれど、親しいからこそ礼儀というものが大切だ、裏切っちゃいけない。親友を作るためにどうしたらいいか、ゴールデンルールっていうのがあります。つまり、自分がしてもらって嬉しいことを相手にしてあげなさい。もう一つ、自分がされて嫌なことは相手にしてはいけませんよ。皆さん、それを本気でやったら最高の親友ができるはずだと思います。まあ、少なくともね、そうやってやってくれる友達がいたらね、私は親友になりたいですね。そして私もそう生きたら、きっと親友になりたいと思ってもらえるんではないかと思います。ぜひあなたと私が親友になれたら最高ですし、また良い親友を作って、それをあなたの宝物として生きていってください。それがあなたの成功になると思います。慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りたも、心の嘆きを包まず述べて、最後に、もしあなたに親友がいなくても、イエス・キリストは最高にあなたのお友達です。まずこの方と親友になり、この方と生きて最高の親友を作ってください。素敵な一日でありますように。またお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。ありがとうございました。